やっていきましょう。今日やっていくのはこちら。クターの頭キーンです。頭キーンってなってますね。ニュータイプみたいになってますね。まあ多分かき氷を食べて、あんまり早く食べすぎると、キーンってなって負けみたいなゲームだと思います。まず、あらすじから読んでいきましょう。あらすじ、バシャッと。バシッ。あらすじから読んでいくタイプのクター実況ですね。笑っているのか、泣いているのかさっぱりわからないが、海辺でかき氷を楽しむ脅威の無表情キャラクター。何が起こるかわからないテクノパラダイスをクリックしまくって、クターに伝説のかき氷を食べさせよう。10回キーンってなるとゲームオーバーだということらしいです。まあ、わかりやすいですね。わかりやすいけど、このさらに下にゲームの遊び方というところまで見ると、いろんなところをクリックするといろんなことが起こると書いてありますね。まあ、まずはランキング読んでみましょう。ベベン。ランキング。1位、高雪。1655クター。どういうポイントの付け方なんだろうな。1655。1個食ったら1クターとかそんな感じじゃなくて、1655個も書き込む。まあ、やってみましょう。皆まで言うのやればわかる。やればわかる。ん？ん？あ、ここ、ん？違うな。ん？あ、ほー。なるほどね。俺はもちろん、イチゴかな。イチゴかな？ん？ああ、で、これで氷を、シャリシャリシャリってして、注文通り出てくるのかな？んで？あ、赤押すと、こっちに来る。で、食うと。ん？あ、クタの頭のあたりをクリック、口元をクリックすると食べるって感じかな？ゆっくり食べればいいだけ。あーおー。クターとリンクさせればいいんだ、心をね。どれくらいのペースで食えばいいのか、クターの飲み水を知るだけど。うわー！早かった、今。よし。いろいろクリックするといろいろなことが。おっとっとっと！ヤシがふわふわするね。おー！この順番は上か、ランダムだな。で、これで出てくる、ティッシュ。スコティッシュが出てきた。スコティッシュが。何の影響もないな。このティッシュが出てきたことが。で、食べる。秒数とか測りながらやれば、容易か？おお、島動いた。あ、光った。面白いですね。食べてる間にいろんなところをクリックして遊びながら、いろんなところに気を紛らわしながら、しまった。ちょっと今一瞬余裕がなかったね。ティッシュで遊びながら。えい。ダメだ。クリックしても何もない。ティッシュで遊ぶ。ティッシュで遊んで食べる。灯台光らせて食べる。ウェーイ。いやー、ダメだ。まず器を出して、のんびりしてますね。夏はかき氷ですね、やっぱね。このゲームでハイスコアを叩き出すのは多分相当難しいな。しゃくり。お、青いやつ動いた。クリックしても何もない。でも時間かけてゆっくり食べればいいんでしょ。おこれよ、これがクターよ。このよくわからないギミックがいろいろあるの。帽子取ろうよ。帽子取ると思ったら、帽子が飛んでいった向こうなんかいるよ。潜水艦がいるよ。原子力潜水艦がいるよ。夏の日差しがキラーンと今来てなかった。フレア効果が。キラーンって、うわー、早かったか今。ティッシュで遊んでたのに。関係なしか。夏の日差しが。手がずれた。もう、面白いわ。クタ面白いわ。あー、癒される。どんどん癒されていく。潜水艦どうにかならんのかくらい。消えないな。しゃくり。ハイスコア目指したいけどね。もうこれなんて、最初の一発撮りの一発目でもうこれ動画上げるしかないよね。こんなに一回が長いと。何時間でもできるよ、このゲーム。何時間でもできる。もう1時間ぐらい実況できるよ、これ。クター実況1時間。苦行すぎる。ゆっくり、とにかくゆっくり。時間をかけて、しっかり時間かけて、ゆっくり食べればいい。面白いよ。クターやっぱり。面白いよ。この虚無の時間。ただひたすら時間をかけてゆっくり食べればいいから、もう実況する側としての腕が試される。時間かければなんとかなるんだよ。でもその、時間との戦い。ハイスコア目指したい。けれども、だからといってあまりゆっくりやりすぎると、話が、器が変わった。いろんなギミックが。器変わったよな。変わったと思うんだが。ハイスコア、あくまでもハイスコアを目指していきたいんだけど、だからといってね、あんまりこうゆっくりやりすぎるのもね、どうかと思うよね。1600ポイントとか上だったよな。高雪だったかな。名前忘れたけどさ、高橋だったか、高から順調な気がするけどさ、その1位の人はさ、何時間かけたわけこれに。これの世界記録のために。これ世界記録目指せるよ。クターの金世界記録、ワールドレコード目指そうと思ったらさ、もうなんか1日ぐらいかければいいんでしょ。24時間ぐらいかけてさ。クターの金ワールドレコード目指します配信やる。やりたくないよ。絶対撮る方法はあるけど、絶対やりたくないよ。もう本当にストップウォッチとかで時間かかりながらさ、1分ごとぐらいにクリックしていけばいいんでしょ。今のでダメ？だいぶ終わりが見えてきたな、これは。いける。ちょっと待とう。帽子バーン。日差しがちょっと今、あれ？よし。日差しがなんかちょっと、あれ？メロン味。かき氷といえばね、やっぱ名古屋の喫茶マウンテンですよね。名古屋の喫茶マウンテンには2回、人生の中で2回かな。2回行ったことがある。あそこを勝手に聖地と思ってるぐらい。あそこはね、いいですね。めちゃくちゃでかいかき氷頼んだらね、でかいかき氷なんですよ。普通のかき氷がめちゃくちゃでかいんですわ。もう、これで言うたらね、このクタの頭、目のところぐらいまでの高さがあるようなでかいかき氷が出てくる。普通のサイズでね。頼んだらね、一人で行った時に頼んだらね、大きいですけど本当に大丈夫ですかって言われるけど、大丈夫ですって頼むしかない。そして本当にでかいのが出てきて、喫茶マウンテンのやつよ。本当にもうどうしようもなくでかいのが出てくるんですわ。中にね、大きいけど中にいろいろギミックが詰まってて、2台とかその真ん中にこう、宇治抹茶とかだったら、ソフトクリームとかが入ってたりするの中に。黒いやつ。それを、こう、掘り進めていくみたいな感じ。なんか、あんことクリームが、こう、一見わからないんだけど、アイスの中に隠れてて掘り進めていくみたいな。しかも、喫茶マウンテンのね、かき氷の味ってすっごいたくさんあって、もう、それ制覇したいっていう欲すらある。まあ、通い詰めなくんじゃいけないけどね、名古屋にね。それぐらい喫茶マウンテンのかき氷は、もうベスト。日本で一番のかき氷屋さんですわ。まあ、喫茶店だけどね。あまりに本当にでかいから、一人で行って全部食べきろうとすると、なんだろうな、あれ、家じゃねえ。店で食べ終わってから帰るまで結構、帰るとその、駅まで行くまで結構遠いんですよ。地下鉄の駅まで行くまで。歩いてしか行かない。歩いて行く距離、工程は結構長くて、喫茶店の場所から駅までね。何駅だったか忘れたけどさ。その帰りはもう、体がすごい冷えてて、かき氷をね、でかいかき氷食うとそうなるんだねっていう感じよ。体冷えててなんか足元がガクガクして、あ、もうダメだ、歩けねえってなって、道端にへたり込むっていう。それぐらい体力を消耗するよ。喫茶マウンテンのかき氷は。でも、一個食べたらね、あんまり早く食べるのもきついし、量もあまりに多くて。でもそれでもやっぱりあそこのかき氷が一番だな。まあ、カップルとかで2人で行くのがいいのかなって思うぐらいの量ですわね。1人で食うのは本当に無謀なぐらい多いけど。でも一回行ってほしい。あそこのかき氷は本当に日本一ですわ。なんかかき氷もさ、なんか時代によって移ろうというかさ、今は特にかな、なんかシャリシャリ系の、もうふわふわ系の、シャリシャリというよりもふわふわ系の、もう滑らかなやつとかもあるわけじゃない？そういう、あれやっぱもうちょっとシャリシャリっとしたのがいいよね。個人的にはね。あれー、あと台湾かき氷ってのも最近あるらしいね。なんだっけ、なんかこう、氷自体がアイス、ミルク製のやつなのかな？ミルクっぽいやつなのかな？で、こう、木の皮みたいな感じで氷がシャーっとなって、シャーっと出てくるみたいなね。台湾かき氷ってのね、どこで食べれるのかな食べたことないからわかんないんだけどさ。かき氷の世界もね、マツコの知らない世界でかき氷大好きお姉さんが出てましたね。出てた回を見た。最近。2ヶ月以内か2ヶ月以内くらい。うん。あの領域まではいけないけど、でも、大食いに関してはね、かき氷大食いチャレンジしてみたいよ。単純に多分あれだと思う。大食いができるかどうかっていうよりも、なんか、寒さとの戦いだと思う。体温調節機能がバグってるやつだけが食えるみたいな感じだと思うね。かき氷の大食いはね。もう雑談だ、これ。ゲームじゃなくて雑談だ。雑談しないと間が持たんよ。拙い喋りでもしていかないと。今何個 ?1、2、3、4、5、6、7、あともう1回で終わりじゃねえか。500ぐらいは行きたいけど、もうそろそろ厳しいな、これは。厳しいってのは間の問題ね。これ以上このクタのあれに付き合うと間が持たなくなる。でも見せたいな。なんか、レアかき氷っていうかな。黄金のかき氷かな？伝説のかき氷か。伝説のかき氷っていうのがあるでしょ。動画中で見せたいところだなって思うんだけど、出現条件がわからないな。YouTube 上で探せばあったりするのかな？いろいろクリックしてるんですけど、これクリックしたら減ったりしないかな？クリックできるところは、まあ、ほぼほぼクリックしてる気持ちではいるんだけど。これ3回ぐらいやってみる？ほーん、はい。これ必勝法だったりしないかな？一回一回こう、帽子を飛ばしてから食べる。ガタッガタタッ来たか、ガタタ。パクリ。そんなことはなかった。結構時間費やしちゃったのに。まだティッシュがつまめる。何だったんだろう。もうやんないよ。今のが見えなかったから何組だったんだろうってやんないよ。7位です。まあ、検討したから500行きたかったな。でもこの上位陣はさ、どういうことなのこれは。結構時間かけたよね。これ動画撮るのに今15分かかってます。うん?上位陣よ、これ、15分かけて400ということはまあ45分くらいかけたらこれぐらいいけるから。いつか挑んでみたいね。これね。いつか挑んでみたい。1位を狙ってみたいね。いやー。1時間ぐらいかけたら。誰が付き合うんだ、このかき氷空実況の1時間。いや、でも、そうか、動画としてやるんだったらね、編集すればいいんか。食べるとこだけこう、パパパパパッとこう、カット編集して、そうやって見せていくっていう方法あるな。あるけど、まあ気が向いたらやるかもしれないし、まあ多分やらないと思いますけど、そういう方法ですかね。1時間ぐらいかけたら多分、1位いけるかなーって気はしますけど。はい、まあじゃあまあ今日こんな感じで、クタのかき氷、クタの頭キーンでした。じゃあ、また別の動画で会いましょう。ほなまた。あ、かき氷とか食べてね、暑さ乗り切ってください。ほなまた。